はい、地球ちゃん、この間お友達が移植するって言ってね、体外受精頑張ってて移植するって言ってたけど、移植後どうかな、今日移植後の過ごし方ってやってみようかな。移植後の過ごし方、これ先生のところにもう本当に質問多いんですよ。移植後どうすればいいか、ね、体外受精戻したけど、まあ、不安ですよね。初めて戻した人、ね、とか、まあ、いい卵をねせっかく取れて戻した人ってとても不安だというふうに思いますので、ね、まあ、どういうふうに過ごせばいいかっていうところをちょっと考えてみましょう、ね。まず移植というところでいつものですよね、筋肉ね、子宮ってのは筋肉、子宮体は腸なんですよ、なんとかしてますよね。内膜ね、内膜っていう中に潜り込むんですよっていう話は何度もしてるというふうに思います。じゃあここで、潜り込んでいってですよ、HCG ですね、ヒトジン毛性ナトトロピンというものが血中にあふれてくると妊娠したんじゃないかなっていう話になるんですけど、まあ移植して過ごし方って話になると、まずその着床を果たして本当にし続けるのかなっていうことですよね。そこが重要なんですよ。最初に潜るのはその日だというふうに思ってください。卵を潜って、これいろいろ多分いろんな情報あると思うんですけども、移植して、ね、して、潜るのは、ね、基本的には、当日っていうようなイメージ。当日で、ただホルモンが出るのが、ホルモン HCG が出るのが、2、3日後ですね。2、3日後っていうイメージだというふうに思ってください。で、当日潜るって話になってくると、まあ、過ごし方としては当日、せっかく潜るべき卵が戻るね、潜る当日とその後まだまだね。つながりの薄い赤ちゃんとお母さんがしっかりとねつながりするまでね、どう過ごすかっていう最初のまあ3日4日長くて1週間ぐらいの過ごし方っていうふうにしきちゃう思ってます。こう先生のね意味が、まあ先生の意味って4つ実はあるんだけどね、茅ヶ崎っていうところでスタートしたわけですね。先生の院は茅ヶ崎でスタートしたわけなんですけども、茅ヶ崎はですねこれの町なんですよ。自転車の町なんですよ。まあ平らでね、駅までこう平坦な地形なんですね。自転車乗ってる人がめちゃくちゃ多いんだけど、こう自転車とかね、まあ例えば車っていう状況で、まあ、特に自転車なんかって話になってくると、やっぱりね、これ一つ避けてほしいのがあります。過ごし方で避けてほしいですね。これ車もそういう傾向があったりすると思うんですけども、振動というものがやっぱり、ね、避けられるというふうに思います。特に最初の当日ですね。当日、今でもそういう方に来られます。なんかね、移植してきて帰りよってきた、自転車で来ましたみたいな人がいるんですけども、やめるのがいいよって話ですよね。自転車ってどうしても上下動がある、振動がある、ね、他に比べたらはるかにありますよね。ということを考えていただくと、やっぱり振動を避ける、難しいこと言いません。もうとにかくですね、自転車とか避けて振動が多いものできるだけ避けましょう。かといってね、例えば電車とかは別に乗っても全然いいですよ。みんな自転車乗って病院行ったりするからね、そこは全然構いません。ただ、極端な振動とかね、そういうのをやめたり、これスポーツも振動の連続ですよね。できれば避けた方がいいですよね。例えばなんかバレーボール何度もやるとかね、それこそバスケでなんかすごい高校来たりするとかね、着床の可能性がある、その当日潜ろうか潜る前か、生まれるべき赤ちゃんが潜るか潜らないかって運命のところというのは避けるべきかなというのを思ってます。間違いないですからね、避けましょう、ね、まずこれ当日の過ごし方っていうところで、
大至急ジャンプ、もうほんとそこだけでいいと思うんだ、うんね、準備してきてれば、そこまでしっかり準備してきてれば、そこだけでいいと思うんだけど、なんとなくわかるかな、至急ジャンプ、振動。もう一つですね、まあ、移植して2から3弱で5にしようかな。最初、赤ちゃんとの結びつきが、まあ、もっと潜ったやつも違うんでね、薄いですね。薄いときに、じゃあどう過ごすかっていう話ですね。どう過ごすかと、ここに関して言うとね、基本的には、やっぱり妊娠するべき体を作ってきたわけじゃないですか。今まで妊娠するべき体を作ってきて、ね、そこで、まあ、そこの状態を急激に変えるってのは良くないですよね。急激に変えるってのは良くないから、やっぱりそのまま、まあ、ね、今までの努力を継続してもらうっていうところは、これはそのままでいいわけですけど、やっぱりこう、避けるべき要素っていうものがあるわけですよね。移植さ、まあ、2日から5日でって避けるべき要素って話もあったりするわけですけど、それがですね、こう、基本的に、例えば、大腸と地球ちゃんってめっちゃ近所は走ってる。地球ちゃんの真後ろに大腸くんいるんですよ。いうね。大腸くんって何がある、たまにこうなんか押してくると思うんだけど。そう。そう。これ、あるんですか、ね、これがあるんで、ね、これがあるのは悪いと言わないわけなんだけどね。例えばこれ、神経のシステムで考えていきましょう、地球ちゃん。お腹下したことってあるよね。お腹下したことってあると思うんだけど、こう、例えば、赤い料理を食べると、なぜかお腹を下すという不便な体なんですよ、ね。お腹下す。ね、まあこれ、例えば食べ物で下す。聞いても下すのってわかる、地球ちゃん。冷えても下すんだっていうのは、こう腸の中のこう免疫状態を保つために冷えるとなんか悪い方でね、あの白血球の動きが悪くなるんですね。冷えると基本的に白血球の動きが悪くなるから悪いものがこう活発になっていくから、じゃあ体としても出しちゃえって形でになっちゃったりするんだけど、この2日目から5日目とかですごく気をつけてほしいのが、こういう形で変なもの食べたりとか、甘いもの食べたり、冷えたりすることで、下しちゃうことですね。下しちゃうと、こっちの大腸くんもね、こう、平滑筋って言って、それこそ、まあ、仙骨のあたりから出てくる神経が命令を出して、収縮して、便が出るっていう形なんだけど、これだけ近いとね、神経、似たようなもんなんですよ、変な話。ここで、なんとか、かかってこうなんとかね、特に体外受精って不安定な印象があります。自然妊娠で着床したってケースよりはるかに、ね、不安定なイメージがあります。これはただ誤解しないでほしいんですけども、初期だけ最初の10週目ぐらいまで、体外の場合は、最初の10週ダブルとかですよ、どんな違いがある、そう10週ぐらいまでやっぱり安定しないなっていうふうに言われてますので、ね、ここの部分、例えばお腹下しちゃって移植してこれぐらいの、まあ、これ含めていきましょう、2日から5日とかね、大概の場合は10週ぐらいまでお腹下しちゃったって話になると、一緒にこの筋肉である子宮ちゃんと収縮しちゃってっていう説もあったりするんですね。分かったなって考えると子宮ちゃん何やっておけないか分かる？そうですね。食べ物食べたらそういいですね。でここで覚えてほしいな、まあ、食べ物はこれ食べると翌日下るなってなんとなく分かるじゃないですか、ね、分かると思うし、例えば冷えるとお腹緩くなるなって感覚の人って実は女子は多いですよね。そういう人ってこういう時期対策が必要になってくるって話ですよね。で、まあ基本的には腹巻きとかそういうものっていうのは反対してますね。自然な環境を過ごしてて昔流行った時期があります、うまくいかなかった人多かったですね。そう考えていくと、まあ基本的にはね、腹巻きとかっていうなしにして、冷えないように下さないように努力して、ね、大腸の道連れで子宮が収縮しないような状況を作ってあげてほしいなっていう感じですよね。そう
ことだけちょっと覚えてください。